ボスニア・ヘルゼゴビナにおける、ボサンスカ・クライナ地方ボサンスカ・クライナは、ボスニア・ヘルゼゴビナの北西部を指し示す、歴史的な地域故障であり、サバ川、ウナ川、ブルバス川に囲まれた一帯を表す。ボサンスカ・クライナで最大の都市は、バニャルカであり、バニャルカは、歴史的にこの地域の中心的な都市として、機能してきた。この他のボサンスカ・クライナの主要都市としては、プリエドル、ビハチ、 ボサンスカ・グラディシカ、ボサンスカ・ルビツァ、ベリカ・クラドゥシャ、サンスキ、モスト、ムルコニチグラード、ヤイツェなどがある。ボサンスカ・クライナと呼ばれる行政的な地域区分は存在せず、この地域のアイデンティティは何、世紀にもわたる歴史的な経緯により形作られたものである。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争以降、ボサンスカ・クライナは行政上は スルプスカ共和国とボスニアヘルゼゴビナ連邦に分断されている。ボサンスカクライナのうち北西端の一帯はザジンスカクライナと呼ばれている。この名前はその中心的都市であるザジンに由来する。この地域はまたオスマン帝国やオーストリアハンガリー帝国時代に反乱が相次いだことからルュタクライナとも呼ばれる。16世紀から19世紀まで ウナ川とブルバス川に囲まれた、この地域はトルコ領クロアチアと呼ばれた。この故障を最初に用いたのは、1699年のカルロビッツ条約以降、オーストリアとオスマン帝国との国境管理に携わったオーストリア帝国軍の地政学やらによって使用された。19世紀中頃には地図学からによってトルコ領クロアチアの故障はボサンスカクライナへと置き換わっていった。 6世紀の北西ボスニアはローマ帝国のダルマチア族州であった。帝国の分割に伴ってこの地域は東ローマ帝国の一部となった。その後、北からアバール人やスラブ人がダルマチアに侵入しこの地に居住するようになった。7世紀には東ローマ帝国の下でセルビア人やクロアチア人の広告が形成された。 北西ボスニアを含むパンノニア・クロアチア地域はその後フランク人の侵入を受ける。この時代にクロアチア人はキリスト教を授業する。クロアチア人はその後フランク人を退けている。10世紀パンノニア・クロアチア地方は独立した王国であるクロアチア王国の一部となる。北西ボスニアはパンノニア・クロアチアの一部として1102年に クロアチア王国がハンガリー王国の一部となるまでクロアチアの一部であった。ビハチの要塞14世紀にはオスマン帝国がバルカン半島西部に進調し、北西ボスニアはオスマン帝国の西への拡大の最前線となった。1463年にヤイツェがオスマン帝国領となり、ボスニア王国は終焉を迎える。 1493年のクルババの戦いでは、クロアチア王国による抵抗も、オスマン帝国に敗れ、クロアチア人の抵抗を要塞都市へと押し込めた。15世紀末には、地元のクロアチア人の領主である由来、ミクリチッチが、オスマン帝国の侵攻に備えて美八近くのブジムに、要塞を建造した。ミクリチッチは1495年に死去したものの、その後も、 ブジムは1576年までオスマン帝国の支配に抵抗した。16世紀には北西ボスニアの大部分はオスマン帝国の支配下となっていった。クレンバクフ近くにあるオストロビツァの要塞は1501年にスケンデル・パシャの手に渡った。1520年にはクロアチアのワン、ペタル・ベリスラビッチは B8 近くでオスマン帝国による吸収によって死亡した。 オスマン帝国の軍司令官、ガジフスレブベグは1521年に帝国のボスニア県の県知事に任命され、その後もオスマン帝国の領域拡大を進め、クニニやベンコバツ近くのオストロビツァ、スクラディン付近までオスマン帝国の支配下となった。1526年のモハーチの戦いでヨーロッパ諸国がオスマン帝国に敗れた後、クロアチアの貴族らは、 セティン議会を召集し、1527年に、クロアチアはオーストリアの一部となり、オスマン帝国は、その統治下に正式に、ボスニア州を発足させた。こうした中で、かつて、クロアチアと呼ばれていた地域は大部分が、オスマン帝国の領土となり、クロアチアと呼ばれる地域は大幅に縮小した。クロアチア人は、今日ボサンスカクライナと呼ばれる。 この地域の西の端で抵抗を続けるのみとなった。しかし、オスマン帝国は、より北西への進行が容易なドナウ川流域などの平野部からヨーロッパ進行を続け、オシエク、モハーチ、ブダを経て1529年には、第一次ウィーン包囲に至った。ボサンスカクライナ地域には、サバ川、ブルバス川、ウナ川、サナ川などの河川や、プリエシェビツァ山、シャトル山、 ボサンスカ・クルパの要塞、オスマン帝国の慎重がさらに続くと、オーストリアのカール2世は、新たな要塞都市カルロバツを築く。1580年、オスマン帝国はこれに対抗して、この地の三尺を統合して、ボスニア州都市、今日のクロアチア共和国領を含む一帯をその、領域と宣言した。度重なる戦争と国境変動により、 カトリック教徒のクロアチア人は北に脱出して数を減らし、代わって聖教徒のセルビア人やブラフ人が増加した。1576年よりオスマン帝国の所有となっていたブジム要塞はその後幾度にもわたる戦いを耐え抜き改修も重ねられ19世紀にオスマン帝国がボスニアの領土を手放すまで守り抜かれた。要塞はその後も オスマン帝国の歴史遺産として保存されている。1592年、最初、ハサンイコールパシャ・プレドイエビッチ率いる2万人のオスマン帝国軍はビハチを攻撃し支配下に収めた。ハサンイコールパシャ・プレドイエビッチは、さらに北へと攻勢を続けたが、1593年6月の施策の戦いで敗北した。 ボサンスカ・クルパ・オスマン帝国は1683年から1690年の大トルコ戦争でオーストリアとその同盟国に敗れ、1699年のカルロビッツ条約にてスラボニアとハンガリーをオーストリアに割上した。これによってオーストリアとオスマン帝国の国境が確定され、この時の国境は後世までボスニアとスラボニアを隔てる境界として、 今日のボスニアヘルゼゴビナとクロアチア共和国の国境となっている。オスマン帝国はこれ以上の敗退を食い止めるため、オーストリア領に築かれた軍政国境地帯に対抗して、自国領内に防衛網を築いた。これがボスニア辺境の起こりである。オスマン帝国領のボスニア辺境にはその後も地域防衛を担う民兵として、セルビア人の羊飼いが住み続け、 襲撃を退け治安を維持し、オーストリア帝国との国境を守るための労働力として機能してきた。ボスニア辺境でセルビア人が多数を占めるようになったのはこの時代のことである。1903年のバニアルカ1875年から1878年の大規模な反オスマン帝国の武力放棄であるヘルゼゴビナ放棄はボスニア辺境にも波及した。 その後ベルリン条約により1878年により、ボスニア辺境を含むボスニアヘルツェゴビナは、オーストリア帝国の統治下の共同統治国ボスニアヘルツェゴビナとなる。第二次世界大戦の時代には、ボスニアは、ファシスト勢力の傀来国家である、クロアチア独立国の領土となるが、その中で、ボサンスカ・クライナは、非常に強固な反ファシスト闘争の地として知られることとなる。 ファシスト勢力と戦ったパルチザンは、この地では特に民族混在率が高かった。1942年から1943年にかけての冬には、パルチザンはこの地に、ビハチ共和国と呼ばれる解放区を打ち立てた。また、ボサンスカ・クライナの解放区、ヤイツエやムルコニチグラードではパルチザンによる会合が開催され、その中で、 終戦後のユーゴスラビア連邦人民共和国及び、ボスニア・ヘルツェゴビナ人民共和国の枠組みが定められた。ウスタシャヒキール、ファシスト勢力、クロアチア独立国は、サバ川を挟んで、ボサンスカ・クライナの対岸に、ヤセノバツ強制収容所を設置し、セルビア人やロマ、ユダヤ人、反ファシストのクロアチア人などを多数殺害した。 ユーゴスラビア崩壊に伴って発生した1992年から1995年のボスニア・ヘルツェゴビナ紛争時のボサンスカ・クライナ地方はサラエボを拠点とするボスニア・ヘルツェゴビナ政府バニャルカを拠点とするスルプスカ共和国そしてベリカ・クラドシャを拠点とする西ボスニア自治州の支配地域に分かれ紛争の最前線となったスルプスカ共和国は マニャチャやオマルスカなどに強制収容所を設置し、ボシュニャク人やクロアチア人を中心に多くの人々が収容所に送られ、強姦やその他各種の虐待を受け、また殺害された。ボスニアヘルツェゴビナ紛争前、この地域の住民は100万人近くあった。1991年の国勢調査によると、この地域の住民のうち44%がセルビア人、 40%がムスリム人、7%がクロアチア人、5%がユーゴスラビア人、3%がその他となっている。紛争による強制移住、追放や国内避難、国外移住などにより、民族ごとの人口構成、分布は大きく変動した。紛争後、ボサンスカ・クライナのほとんどの地域で、民族的多様性は小さくなって単一性が強まっており、 北西部は、ボシュニャク人、スルプスカ共和国の領域及び、西部のクロアチア国境沿いの一部地域では、セルビア人が多数派を占めている。第二次世界大戦直後のボサンスカ・クライナは、ボスニア・ヘルツェゴビナで最も貧しい地域の一つであった。1950年には、貧困を理由とした反政府暴動がザ・ジンズカブナで発生している。 その後のボサンスカ・クライナの経済状況の好転は、1970年代、初めから半ばにかけて、この地域の経済発展のために、バニャルカ都市機構によって、開発計画が策定されたことが大きい。さらに、銀行制度の簡素化によって、資源開発のための投資の促進が図られたことで、さらに開発が進められた。これにより、ボサンスカ・クライナでは、 農業と工業を中心とした大幅な経済発展が見られた。ボサンスカ・クライナ北西部のベリカ・クラドゥシャを拠点とするアグロコメルズはボスニア・ヘルセゴビナ、そしてユーゴスラビア連邦全土で最大の食品製造会社となった。この他にはベリカ・クラドゥシャの化学工業会社、サニテックス、バニアルカの電子工業会社、ルディツァイエベツ、ボサンスキノビの繊維製造会社、 サナや木材加工、食品製造などの産業がこの地域の経済を牽引した。また、小皿山周辺では、高工業が盛んであった。バニャルカ国際空港にてチューリッヒへのフライトを待つ、B&H 航空の ATR72。2010年8月欧州自動車道路 E661 号線の経路がクロアチアに向かって伸びており、 内場にあるかからラクタシまでが高速道路として開通しており、ラクタシからクロアチア国境までは2車線道路となっている。2車線の部分については高速道路への改良が進められている。この他にザクレブまでの所要時間を短縮できるプリエドルからボサンスカ・ドゥビツァまでの区間、およびボサンスカ・クライナ地方から半ヨーロッパ回路、XC へのアクセス道路となる。 ドボイ方面への高速道路が計画されている。バニャルカ国際空港は、バニャルカから2 3トルのところにある。B&H 航空とアドリア航空が利用しており、ルブラナ、チューリヒへの定期便が運行されている。この他に、チャーター便も乗り入れており、サラエボ国際空港のバックアップとしても機能している。冬季を中心とした悪天候により、サラエボに着陸できない場合に、 バニャルカ国際空港が使用されることがあり、バニャルカからサラエボへは自動車で2時間程度である。ゼラバ空軍基地はビハチ近くのプリエシェビツァ山のふもと、ボスニア・ヘルツェゴビナとクロアチアの国境地帯にあり、かつてユーゴスラビアで最大の空軍基地であった。プリエドルにも飛行場があり、小型機やグライダーが利用している。この飛行場は第二次世界大戦時にパルチザンが使用しており、 パルチザンが初めて利用した飛行場であった。飛行場は地元のパラシュートクラブの拠点としても利用されている。ボサンスカ・クライナはボスニア・ヘルゼゴビナにおける鉄道網のハブとなっており、同国の鉄道網の半分以上がこの地を通っている。鉄道はバニャ、ルッカ、プリエドル、ボサンスキ、ノビ、ビハチといったボスニア・ヘルゼゴビナ北部、西部の都市を結んでおり、 列車は国境を越えて、ザグレブやベオグラードへも乗り入れている。ありがとうございます。